千歳船橋駅から、こちらまで何分でちょっと目指してみたいと思うんですけど、どこに行ってる？これはお菓子屋さんだな、お菓子屋さん。ここからかな。商店ですね、あれね。何商店かな。千歳船橋商店街とかそんな思った気がするけど、アパレルの買い取り、こうするか。千歳船橋三番商店街、こっちだ。からちょっと入り組んでるんですね。ここは八百屋さんかな。八百屋さんだ。八百屋さんですね。玉ねぎ98円です。安いな。ちょっと歯医者さんがあって、ファミリーマートがあって、ファミリーマートの裏側が入り口なんだ。ほう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 。稲森稲荷神社なのかな。一回来たかな。